く古城的よ。やっと追いついたわ。こらー、そこの忍者待てー。追いつかれたようだ。やっぱりあの時の忍者だ。あんたがネプコのゲーム機を盗んだ犯人ね。諦めて盗んだものを返してもらうわよ。すごいです、本物の忍者です。私、本物の忍者さん初めて見たです。まさかこんなに早く追いつかれるとは。しかも三度も奪われの少女でございか。一応言っておくけど、素直に返してくれれば悪いようにはしないわよ。さすが忍者、話すつもりもなければ目を合わせるつもりもないとか。いや、違ってござる。アイさん、小声ですけど何か言ってるですよ。本当だ、小声だけどござるって言ってる。その将軍からの署名で、なら、その命に変えても。イラ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 。だから拙者、そのだから渡せないござる。なあ、もうなんではっきり喋らないのよ。敵とはいえ、目も合わさずにそうやってうじうじ喋ってるとムカつくのよ。いや、だって拙者、女の子と話すのあまり慣れてなくて。思春期の男子中学生か、お前は。おお、アイちゃんがめっちゃキレてる。アイちゃん、昔からはっきりしない人が嫌いな緊張タイプだったですからね。けど、までに会ったことのないタイプの敵で、ちょっと新鮮かも。そうですね、戦闘狂だったり、小さい子が好きだったり、膝に熱苦しかったり、オカマのハッカーだったり。それでもって、なぜか 3D モデルが実写のおじさんだったもんね。とにかく何を企んでるか知らないけど、あんたの持ってるそれは返してもらうわよ。私に任せなさい。
勝ちのようね。約束通りこのゲーム機は返してもらうわ。ネプコ、それで間違いない？ええ、確かにこれよ、間違いないわ。まさかせっかく手に入れたものを奪われるとは。あんたを秘密結社の重要参考人として業界が拘束するわ。覚悟は上は奥の手を隠していたというの？何をしたと思えば、ただ本をばらまいただけじゃない。これがただの本とは。穴の中で自分で本を切り裂いても何を考えているんだ。その術見切ったわ。精神を研ぎ澄ませて敵の忍者のみを視界に捉える。そうすればハレンチの本のページは簡単に視界から消すことができる。ジラ、視界から消すほど集中してるんじゃないのかよ。見てないわよ。こんなハレンチのもの好き好んで見るはずないじゃない。ジラ、バッチリ見てるわよ。ふざけないで真面目にやりなさいよね。しら、アイちゃん。拙者の忍術は無敵でございます。ではこの隙、そのゲーム機をまたいただくでござる。そういえばあなた、女性が苦手みたいなことを言っていたから、触られるのはどうなのかしら。ロボットなのに真っ赤になっちゃって、かわいい。やっぱり慣れてないのね。じゃあこんな風に体を密着させたらどうなるんでしょう。離れちゃダメね。あなたにはいっぱい聞きたいことがあるんだけど。倒れちゃったの？ネプコ、あんたやりすぎよ。ごめんなさい、アイちゃん。だって、浮いすぎてどんな反応するか徐々に楽しくなってきちゃって、つい。やった！まあいいわ。いかがわしい髪も風でどこかに飛んでいったみたいだし、こいつを連れてさっさと。何？この音。方向から察するに、おそらく
プラメキュームでござるか。復活早っ。なんでござろうか、この感じ。嫌な予感がするでござる。嫌な感じ？てか、あんた普通に会話できるじゃない。そんなことより、今は一刻も早くプラメキュームに戻った方がいいでござる。あんた、そうやって逃げるつもりでしょ。その手には引っかからないわよ。そんな時、何を言ってるでござるか。すぐに闇が危機に瀕しているときこそ争っている場合ではござらん。忍者捨松、忍として手を貸すでござる。口調も性格もさっきまでとは別人ね。どうしたのかしら。分かったよ、アイちゃん。賢者タイムだよ、賢者タイム。賢者タイム？きっと私のセクシー脳殺攻撃で思考回路がショートしたおかげで煩悩が消えて悟りを開いたんだよ。まさかそんなわけ。三人とも無駄話をしている暇はないでござる。急ぐでござる。そうね、とりあえず今は頼らせてもらうわ。では三人とも拙者に捕まるでござる。インプラネキューンに送り届けるでござる。よっと、こうかしら。コンパ、あとはあなただけよ、急いで。目つぶってたのね。